けての中止ということがちょっとどうしてもまあ寂しいということでね、地域の人たちも何かっていうのも聞こえてきますので、まあ 100% のお祭りにはなりませんけども、まあ一歩二歩中止から前へ進んだ何か皆さんに今日この一日が岡田のお祭りだったということを気づいてもらえるようなことをということで、まあ計画をしてやってまいりました。まあそれがまあ皆さんにとってね、どのような風に伝わるか分かりませんけど、まあ楽しみにしていただきたいと思います。まあ去年1年、太鼓の音、笛の音が聞こえなかった1年でありましたので、やっとこの時期岡田の町に子どもたちの寄せ太鼓の音が鳴り響く、そのことがやっとできるようになりました。まあ夜窓を開けてね、外を散歩して、だから窓からこう太鼓の音が聞こえるという、それがやっと岡田の春の風物詩というかね、そういうことをできるようになりましたので、皆さんも楽しんでいただきたいと思います。